土曜日だね。今日から6月だね。君は頑張って5月を生きててくれたんだよね。生きてて偉いよ。今日もここに帰ってきてくれてありがとう。お帰り。6月は雨が降ったりするから苦手って人が多いかもね。低気圧のせいで頭痛がしたりするから無理はしすぎないでね。今日もお疲れ様。また明日。